ゆいちゃんは最近何かありがとう言いたくなるようなことはありましたか？ありがとう言いたくなるようなことは、はい、そうですね、なんだろうな、なんだろうな、愛犬かな、愛犬に、うん、あー、愛犬さんに、コナンっていう、コナン君に、チワワちゃん、はいはいはい、はい、チワワ君か、チワワ君に、男の子なんですけど、最近すごく励まされるんですよね、なぜか、なんでこう、コナタに、私もあれかなと思ったら、うん、そんなこともあるわ、そう、本当そんな感じで、元気出せわ、そう、おう、なーに、へこんでんだわんみたいな。ちょっと今の超可愛い。ごめん。ごめん。俺がいらん芝居入れたわ。俺最初からもらっといてよかった。え、なんて言われるんですか？帰ってきて、まず、うん、お帰りワンみたいな。始まって、うん、始まって。あんま素直じゃないんで。あ、素直じゃないんですか？ちょっと、こっちを見てもいいんだよ、みたいな感じで、こう気分をさしてきて、おーおーおー、こうなったんって言った。ヒヒヒみたいな感じで、俺がええのか、そうか、俺がええのかと、そっかそっか、いいぞいいぞみたいな感じで、まあまあ、なでななでな、なでななでななでな、そう、私落ち込んでる時とかも、うん、まあそんな落ち込んで大丈夫だわみたいな感じで、なんかちょっと上から目線な感じが、上から目線の感じがあるんや、逆にこう安心感をこう励ましてもらえてるって、そうなんや、うん、ちょっと僕には聞こえないセリフかもしれませんけどもしかもちょっと太ってるんで、はいはい、すごいがっしりしててこうなんか、なんかこう安心感が、安心感があるんですよね、こうギュッとしてると、はい、すごい力強いんですよそうなんだ、そう、勇気とか自信をもらえて、勇気とか自信を愛犬の、ありがとうっていう感じ、愛犬のコナンタンにもらってると、うん、いうことでございますけれども